ということで、じゃあね、朝になったのでね、私は朝ごはんにこのメールティーメープル&クッキーを食べていきたいと思います。あ、うまっそ、いただきます。あーあーあー、はい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 、あれやな、なんか乳搾りしてるお父さんが思い浮かんだわ。小学校の頃に牧場にお父さんと家族で行ったことがあって、その時にあの乳搾り体験コーナーがあって、で、ね、ジャージー牛乳やったかのなんかが絞れるよみたいな。で、その牛がこんな系の色しててん。で、それをお父さんが一番にこう牛乳を絞んねんけど、あの乳搾りって親指と小指をこう挟んでから中指、薬指、小指って順番にこうギュッてなんねんね。ああやって絞ってくんよ。それを 1,2,3,4 ってやってるお父さんが思い浮かんだ。あ、下の方にはこのメルティーメープル&クッキーのクッキーが入ってんねんけど、このクッキーはクッキーか？クッキーにさ、牛乳浸してさ、こうあれを浸したらべちょべちょなんねんけど、それをあの、なんだろう、トウモロコシぐらいのサイズにこうギュッとした食感で、パン要素の方が強いな。もちろん作った時はきっとクッキーだったんだろうけど、パン、うん、味は、味か、美味しいです。